当委員の夜のロビー大北英民総委員は中華民国台北市にある最も大きな国立病院の一つである。略称は大北英部佐、行政院国軍大除役官兵補導委員会の直轄病院である。台湾における医療衛生体制において国立台湾大学附属病院、三軍総合委員、国立成功大学附属病院及び長科の絵、 記念委員と同じく最高レベルの医療センターとして位置づけられている。また、22階建ての中世棟は、石イ,イ地区のランドマークの一つとなっている。会員当初は、病床数約600の現役、または、退役軍人専用病院であったが、現在では一般にも開放されている。一日の外来患者は一万人台、病床数約三千、医師数百六十人強。 看護師、約2200人強を、はじめ、全職員数は5000人を超える。病院は、中世棟資源棟長尾棟第1、二、三角新ビル、松室徳棟神経再生センター、心象センター、動力センター等で構成され、敷地面積30万2216ヘクタール、総建築面積は51万1364。 平方キロメートルとなっている。117号病室は地理的な位置及び小解析一族の特別な関係から特殊病室と言われた。小解析一族のプライベートな病室であり、小解析一族の3代にわたり、健康診断、休養、治療を行ってきたと言われる。最近では1989年4月14日に、小高文み、 1991年7月1日に小工部、1996年12月22日に小工友と3兄弟が共に当病室に搬送されたことから、この病室の神秘性が話題となった。ありがとうございます。